はいどうも、関西はマイコツサバゲーマーのさすがです。今回はユーリカスタムワークさんにやってきました。ユーリさん、今日はよろしくお願いします。お願いします。というわけで、ユーリさんの工房にやってきました。まず、ユーリカスタムワークさん、皆さんご存知でしょうか。架空銃といいますか、その様々な SF 銃を、まあ、元のベース銃からカスタムして作ってあるというワークスというか工房でございます。はい、ユーリさん、これってもうかれこれ何年ぐらいやってるんですか。もう12、3年以上ですね。そうなんですよ。これね、どこまで言っていいかわかんないですけど、僕がその中二病あふれる多感な時期にちょっとサイトで調べてて中二病銃みたいなんで調べてたら、うわ、なんやこのサイト、すげえかっけーって憧れてた人が今ここにコナンです。もうね、まさかまさかちゃんお会いできて、で、まあ、ちょっとこの後にも出てくるんですけどね、ちょっといろいろとお願いも聞いてもらえると思わんかったんで、ちょっと考え深いものがあるんですけど、さあさあさあ、ちょっと長々としてもらいますが、まあね、ゆうりさんのね、いろいろなあるんですけども、うん、まずはもう物を見ていただいたら、はい、こんなものを作ってんだってわかると思うんで、そうですね、まずそうですね、今ちょっとここら辺にいっぱい並んでるんですけど、はい、あのアームズマガジンさんでいろいろ制作品というのをいろいろ出してるんですけど、はい、まあ、こういう感じで、おー、アームズで見たことあるやつや、すごいですね。これはちなみにどういうテーマなんですか。これは、世界を股にかける冒険野郎の銃です、ね。冒険野郎銃、おお、だからもう岩場とかなんかもう登ったりして、はいはい、ガンガンぶつけて使い込んできましたよみたいな、ね、もうあのね、多分旅の途中で、あのもうこれ巻いとかなあかんわみたいな、そう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 、グリグリで、これすごいですね。これ元は、ガバメントベース、そうですね、ガバメントのセブンティーズですね。これでもすごいんですよ。この、なんていうか、エイジングでしたっけ。そうですね。この、ちょっと擦れた使用感というか、すごい使い込んでる感、ね。そうそう。で、太陽光ですごいバシって光って浮かび上がるんですよね。うん、これ。そうですね。なんかすごいですね。これも独特な加工技術とかそういうのがあるんですか。まあちょっといろいろ、あ、気を引いた方がね。ね、ここら辺はやっぱりね、なかなか多分皆さん実物見れることはないと思うので、うん、こんな感じでいろいろ作っております。まあって言っても作り方は雑誌の方に載せてるんで、ね、載ってそうなので、そう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 、よかったら合わせて皆さん、まあ、詳しくは雑誌をね見ていただけたと思います。はい、はい、いいですね、ありがとうございます、はい、他にもいろいろありますね。ああ、楽しみだな。続きまして、続きまして、もういっぱいあって、どれから選びか分かんないですね。ああ、かっこいい。和風の銃ですね。これはすごいですね。これもうほんまに他ではできない完成度ですね、うん。すごいですね、このグリップとかも。これどうしはったって言ったらあれなんですけど。これは、あれですね、サテンのリボンを、はい、使いと巻き風にこう巻いていって、貼、はいはい、り付けたっていう。ね、サテンの感じがすごいいい艶やかさというかね、うん、なんかこう絹みたいなね、はい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 、であとはこのね、エングレービングと言っていいんでしょうか、この和柄の感じと、うん、そうですね、はい、でこっち側もすごいかっこいいんですけど、うん、これは金蒔絵って言って、はい、日本のこう、はいはいはい、伝統工芸の、うんうん、ああいうのをちょっと再現したシールですね、はいはいはい、それを使ってますので、いやー、でもこのね、配色もそうですよね。この金が多分差し色になってると思うんですけど、うん、で銀のフレームとで上のスライドと、いいですね、このいい塩梅さというか、これはもうセンス光る感じですね。にくいですね。ありがとうございます。まあこれセンスで勝負してるね。ああ、もうさすがでございます、ね、センスだけに、うーわーわーわこの動画の悪いところはね、完成が返ってこないすごいですよね今ずっと虚空に向かって喋ってありがとうございます、はい、ですごいですね。はい、またちょっと毛色の違う、はい、あ、ゾンビ、ゾンビ絶対殺すマン、絶対殺すマンみたいな、そう、ZRST でしたっけ。そうですね、はい、はい、ちょっとこれすごいですね。これもこれで今何を、もうトゲトゲなやつがこう、まあこう、はい、押し当てながら撃ったりもできるし、うん、さらにこうゾンビってこう、はい、なんて設定上音に敏感とかってあるじゃないですか、はいはいはい、だからこうこっそり、あ、こうやって、なるほど、うん、撃っちゃうみたいなね。これすごいなまた、すごいな。これなんかこの設定も含めた感じの、うん、このいかつさ、
もうなんかもっと遅けるし、これでも。そうそうそう、あのゾンビにこう襲われたら、はい、噛みつかれたら終わりじゃないですか。あ、そうそうそう、はい、だから、まあ、これで距離を取って、はいはい、こう頭にゴリッと押し当てて、はい、バーンとこう始末しちゃいましょうと。なるほど、うん、これもまだなかなかな極物ですね。すごい、なんかゾンビみたいなやつが持って喋ってますけど本当だ、あー、ここにいたありがとうございます、はい、すごい、どんどん出てくる。はい、ね、これですね、はい、あの地獄の銃、つい最近アームズで見たこれもかっこいいですね、この、うん、地獄のインフェルノ的な、そうそうそう、的な的な弾丸もね、その、はい、それっぽいこの色、はいはい、になってますんで。おお、すごい、すごい灼熱の弾丸が入ってそうな感じの、うん、これなんかベースマルシンのやつですよね。そうですね、やっぱ こ, やっぱこのカートで憎いねそう、こういうのが大好きなんですよ、中二病は。カートをこのね、カートが燃えてるカートを装填して、そう、ぶち殺してやるぞと。そう、いやー、このね、くすぐりますねありがとうございます。もうね、こういうのをずっとホームページでずっと見てて、いつかな僕も欲しいなとか思ってね。はい、はい、あれが一番最新作で、あ、もう早速つい最近そうアームズで出たと言われる、撮影してる昨日ね、もう発表したやつですね、はい、昨日、あのこのタイミングでは昨日ですけど、そうです、発表したタイミングです。デリンジャーの、うん、これもキュートながらも、このなんかね、この和柄というか和っぽさというか、このカスタマイズっていう、このね、すごいコンパクトな銃なのに、すごいいい感じの自己主張がどう言っていいかのね、僕の語彙力がすごい試されるんですけどもう個性派にはたまらないですね。これもマルシンさんなんで、はい、このね、だんだんカートが、はい、濃いカートが、はい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 、それも専用のカートが、はい、いいっすねー。ね、もう女の子に持ってもらいたいですね。そう、これ、はい、女性にちょっと ね反応が良かったですね。いいですね。はい、はい、ありがとうございます。今の大体の銃は全部アームズマガジンで。そうですね。はい、あの制作秘話とか載ってるんで、よかったらあのバックナンバーとか皆さん見ていただけたらと思います。すごい貴重な、はい、ありがとうございます。ということで、はい、実はもうね、せっかくここになぜ私が来たかというと、もうすでにこのユーリカさん、ワークさんに。とある銃を制作をお願いしまして、うん、はい、構想期間何年ぐらいですかね。一番最初にアポイント取ってもらってからを数えると、はい、多分3年ぐらい。はい、3年の時を経てやっと実現したという、そんな女を思い出ます。はい、まあね、多分皆さんもこれを見てオーダーされる方もいらっしゃるかと思うんですけど、まあ大体そのぐらいの期間はどうしてもかかってしまうというか、そうですね、まあ詳しくはゆりさんのホームページからあのメールサイトに、投稿のほどご相談の方ということで、はい、そうですね、はい、はい、というところで、はい、そんな3年の構想を得た銃がいよいよ形となりました、はい、ババーン、こちらでございます。はい、これは何という銃になるんですか。そんなもうカオス、おお、はい、カオスの鍵です。はい、というわけで、まあね、私こんな悪そうな顔してますから、僕に合う銃を作ってくれたということで、うん、もうざっくりとオーダーしまして、はい、で、まあ、あの実際はあのメールとかでいろいろやり取りしながら、で、あのデザイン画とかもいただいて、うん、やっとこそ今この形に、現世に宿ったということで、はい。はい、ベースはスタームルガーマーク2でしたっけ、マーク1です、ね。マーク1でした。マーク1。はい。はい、マーク1をベースにちょっとオーダーしました。はい。というわけで、すいません。失礼します。どうですか、皆さんこれ。超かっこよくないですか。このね、あのまずグリップのところにこの骸骨がすでにいるっていうのがね、もうほんまに私専用の銃で、ね、あのあとこのエングレービングですよ。これはどういう方に頼んだんですか。飯塚勝夫さんという、勝夫さん、あのちょっとまあこの業界では有名な方にお願いしまして、はい、そう、なんかまさかお願いしていただけるとは僕もつゆ知らず。これ手彫りでね。これすごいですよね。そう、これも一個ずつ掘ってはるんですよね。すごいですね。ここら辺はほんまもう人の手でしかできないような技術ですよね。はい、結構ね、比較対象の写真今多分上がってると思うんですけど、うん、普通のスタームルガーと比較するともう全然形が変わってるんですよね。そうそう、パッとこれだけ見るとちょっとわからないかもしれないけど、まあ、比較するとお全然変わってるやん、ね、これを作り変えるっていうのはもう
ここら辺どうしてはるんですか。どうしてはるか、まあ、あの、はい、特にやっぱ気になるのはこのトリガー周りなんですよ。そうですね、トリガー周りなんかは、はい、やっぱあのカッカはよくこういうごついグローブはめてはるんで、はい、あの普通のこのスタームルガーのマーク1だと、うん、結構ちっちゃいんですね。なので、まあ、グローブはめても操作しやすいようにってことでこうずっと大型化したっていうところはありますね。わーすごいな、うん、何でもってね、あとグリップがこれリアルウッドなんですけど、リアルウッドですね、あのちゃんとね右手で持ちやすいんじゃない、ここちゃんと、ね、切り欠きというかこうなってるんですよ。これもう嬉しいなって思ってすごい構えやすいんだね、片手普通にはね。えあとはもうなんかねいろいろと気になる謎の機構がいっぱいあるみたいなんですけど、まずここのねこれがそうそうそう謎のこれ一応あの、はい、ここがね光るようにあの、はい、今はちょっとまだ光らせてませんけども、はい、この先端の部分が光って、はい、謎のレーザー光が出るようなギミックが、らしいです。もう顔好きなんで何でもありです。そうですね、僕の自由なんでもうもはやマダンを打ちます。もう一発打てば最強です、はい。あとフロントサイト、はい、あのすごく分かりやすいこの蛍光色に塗ってあるんで、はい、まあ、このマスクをしてても狙いがつきやすい、うん、ありがてえ、うん、ありがてえ。はい、もうねあとはもうこのいろんなところもあるんですが、今回ね私ちょっと全然知らなかったんですよ、あのお前の形で完成コーラというのをいただいてたんですけど、うん、どうやらギミックがあるそうなので、そう、ね、隠し玉があります。隠し玉があって、はいはい、ちょっと見せていただけたらと思います。はい、はいはい、というわけで準備ができました、はい、じゃーん、はい、なんじゃこりゃー、カオスキーなんでね、はい、あのちょっとこう魔術を使ってどっかの扉開けちゃう的な鍵になります。あ、鍵、そうカオスキーだけに、そうすごい急にキングダムハーツみたいになってこれもあの銃口を向けられると、はい、鍵穴の形になってるっていうのをちょっと意識してるんで。なるほど、うん、確かに言われてみたら鍵穴っぽい、うん、なんかこうガチャってできそうな、そう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 、そういう感じですね。多分地獄の門とかを開けるんでしょうね。そうですね、イメージ的にはこれすごいな、これにくいなマジで。そう、これだから今日見せられてびっくりしたんですよ。これまで、これまで今日来るまで一切伝えてなかった、はい、一切知らなくて、ね、これすごいですよね。いやでも普通にかっこいいんですよね、これがありそうで、ね、ありがとうございます。なんか演出的なね、多分こっから何か開いてまた新たな力が出てくるとか、そうなんでしょうけど、ね、もう分かってらっしゃるよ、この憎いね、あのいろいろかきたてられますね、中二病心が、ですね、ありがとうございます。なんか噂ではまださらにあるんです。そうなんですよ、もう一段、もう一段変形しちゃう、なんてこったい、はい、じゃあ行きましょう。はい、はい、というわけで続きまして、はい、続きまして最後のギミックとなります、こちら。何これすげーこれはやばいっすね。いやもう、ね、ぶっちゃけこの動画撮る前に何回も見てるんですけどもうやばないですか、こんなもうガンブレードと言いますか、ね、もう透明の刃ってね、はい、もう大好きですから、ね、大好きですからね、もうこんなの、ね、でちゃんとねちょっと刀っぽくなってるんですよ、刃先が、うん、これすごいですかもうね、多分いろんな職人さんが携わ、いろんな職人さん携わってるんでね、これ。そうですね、あの、うん、僕だけじゃなくて外注でいろんな人にお願いしたりもしてるんで、いやーでもこれを生み出すセンスというか、やっぱユーリさんの力というか、すごいっすね、まあ、センスです、ね、センスだけにね、バハハハハハ、帰ってこい完成は帰ってこいいやでもね、ほんまにこれはほんまにじゃなくて、今日現場来てもうドギを抜かされて、まさかこんなギミックが仕込まれてると思う、絶対こんなん僕嫌いって言わないですもん、マジで。よう分かってらっしゃる、本当に、はい、いやーこれもう本当にありがとうございます、この旅は。いやいやいや、こちらこそありがとうございました。はい、もうね、ほんまにもう昔から見てた人というか憧れの人でもあったので、自分でもなんかいろいろカスタムガンとか作ってるんですけど、やっぱりここら辺はあれですね、つくづく最近思うのはやっぱ持ち屋は持ち屋ということで皆さんもよかったらね、あの、はい、なかなかねお外で遊べない時期でもございますし、ね、なんか自分のね愛用銃とかをこう突き詰めていくのもちょっと面白みの一つではないでしょうか、はい、というわけでこのカオスキー今回オーダーしました、ありがとうございます、ありがとうございます、はい、
というわけで、まあ、詳しいそのオーダーといいますか、そこら辺は、はい、まあ、ユーリカスタムのホームページから。そうですね、ホームページの方に、メールアドレスが載ってますんで、はい、そちらの方にお願いします。で、まあ、大体オーダーするベース上は自分で用意する形。基本はそうですね。はい、今回私はこちら の、はい、あのスタームズバーのマクワをちょっとベースにちょっと作ってくださいということで、まあ、いろいろやり取りさせてもらって、で、まあ、最後週的には一旦デザインが上がってくると。そうですね、ここにありますもんね。はい、一番最初にこういう感じのやつを作りまして、詳しいところはちょっといろいろ変わったりはしますけども、まあ、大体こんな感じでっていう、はい、作って、で、最終的には形になります。はい、いやー、でもこんなびっくりドッキリメカを仕込まれてたと思ったので、今後の撮影というかサバゲーでさえ もうこの気吹きですわね。楽しくて仕方がない。お願いします。はい、ありがとうございます。というわけで、もしよかったら皆さんもユーリカスタムワークさんでこんなオリジナル銃とかもオーダーしてみてはいかがでしょうか。お願いします。イエーイ。というわけで、まだまだチャンネル登録とか、あの、いろいろいいねとか、まだよろしくお願いします。さすごチャンネルでした。またねー。